別に悔しくはなかった根拠はないけど自信はあった不安も迷いもらない指図されて消えるの嫌だ自然にたどり着いたラブ楽しすぎるの遊びが仕事気は抜けないけど気は抜いてる夢枠かけた先生に言いたい誰よりも遅れてる今も